どうも皆さんこんにちは、キャベツです。皆さんゲームやってますか？最近のゲームって非常にボリュームがあって、昔では1日でゲームクリアとかできてたんですけど、最近は1ヶ月やってもクリアできなかったりと困っております。そんなあなたの時間をさらに奪ってしまうゲーム、それがオープンワールド。今回ご紹介するのはプレイステーション4のおすすめオープンワールドゲーム。オープンワールドってだけで買いたくなってしまう妙に魅力のあるこの言葉。この動画を見終わった後、あなたは全てのゲームを Amazon のカートにぶち込んでいるに違いない。では行きましょう。10位、夏色ハイスクール青春白書。転校初日の俺が幼馴染と再会したら報道部員にされていて、劇者少年の日々はスクープ大連発でイライラモデルなのに、なぜか前メモリーはパンツ写真ばかりという現実と向き合いながら考える、一夏の島の学園生活、赤裸々な恋の行方、あ、長いな。おすすめに入れるか非常に悩みました。だってこれ完全に男しか可愛いやん。でも待ってください、魅力を説明させてください。今作は D3 パブリッシャーから2015年6月4日の発売付けのプレイステーション3とプレイステーション4用のオープンワールド学園恋愛アドベンチャーゲーム。夢ヶ島高等学園に転入してきた少年となって、3ヶ月後に再び転校するまでの間、ひと夏の思い出という名の盗撮を繰り返して青春を謳歌する犯罪者の物語です。強制入部させられたカメラマンとして女子生徒のパンツの写真を撮れるほか、キャラクターたちのコミュニケーションをしたり、のんびりと釣りをしたりと自由に過ごすことが可能となっております。ただし公序良俗に反することをすると不審者ゲージが増加します。当たり前ですよね。ゲージがマックスになると警察官に追いかけられ、自由という意味を再認識させられることから、私キャベツ的にはイギリス腐ってるヤンキーどもにこのゲームを押し付けて自由という名の素晴らしさを再認識してほしい一作です。恋愛ゲームとしてはやや不親切なところがありますが、オープンワールドという概念を取り込んだことにより唯一無二のゲームとしてアイデンティティを確立。かなり賛否両論が分かれるものの、いろいろな意味で自由度の高いゲームが好きな方にはおすすめです。まあとにかく青春時代を謳歌できていなかったそこの中年親父ども、やってみな。第9位、アサシンクリードオリジンズ。ほぼ毎年新作が出ている印象のあるアサシンクリードシリーズ第11作品目の今作が第9位。アサシンクリードシリーズの第11作目であるアサシンクリードオデッセイでは、今作は紀元前431年の古代ギリシャを舞台としたオープンワールドアクションゲーム。アクションゲームの側面も持ちながら、メインはステルス操作。身を潜めている時の緊張感からの敵を倒した時の爽快感はハマること間違いなし。前作までよりも大胆になったアクションや、相変わらず広大すぎて嫌になるほどのマップを舞台に、今作は主人公を男と女から選択できるようになっています。またシリーズ初のマルチエンディングを採用しているので、自分の選択肢がストーリーに大きく影響し、多数のエンディングが用意されているので、やり込み要素も楽しめる内容となっております。ストーリー自体はほぼ独立しているので、シリーズをプレイしていなかった人もぜひ今作から始めてはいかがでしょうか。第8位、 Days Gone。 Days Gone はパンデミックで荒廃した世界を舞台に、一人の男が必死に生き延びながら自らの生きる意味を探す旅をするオープンワールドゲーム。フリーカーと呼ばれる感染者や凶暴化した動物たちを相手に繰り広げるサバイバルアクションはスリル満点。このゲームで特徴的なのは、数百体からなるフリーカーの大群を倒すために戦略が必要となってくる点です。つまり大群を相手にする無双ゲームではなく、しっかりとステルスを利用して弾薬も節約しながら着実に進める硬派なゲームなんです。ひとたびゾンビに見つかってしまえば、雪崩のように大群が襲いかかり、しっかり準備していないとなすすべもなく即死。各地にはキャンプと呼ばれる生存者のコミュニティがあり、キャンプから様々な依頼を受けていくことなどで強力な武器やバイクのカスタマイズをアンロックできます。ストーリーも完成が高く、ぜひプレイしてほしい一作。第7位、デスストランディング。さあここで個人的にゲームとしては一番好きなデスストランディングをランクイン。ただストーリーが少し難解なこととゲーム内容が少し変わっているので、この順位のランクインにしました。デスストランディングはアメリカを再びつなぎ直すことを目的にしたゲームです。主人公であるサムは配達人であり、プレイヤーは配達をすることによって世界をつなぎ直していきます。オープンワールドゲームを揶揄する言葉でお使いゲーという言葉が上がりますが、デスストランディングはまさにそのお使いを目的にしたゲーム。プレイヤーはそのお使いに頭を悩ますことになります。とにかく移動するゲームであり、その道中は舗装もされていない道なので、転んだり滑ったりしながら目的地に向かうわけです。プレイヤーはゲーム中では一人、しかしオンラインでつながったプレイヤー同士で様々な痕跡を感じることができます。川にはしごや橋がかかっていたり、トキウと呼ばれる雨が降る場所ではそれを避けるための建造物が建っていたりするのです。そんな苦しい道を進み、ようやく目的地にたどり着いた時のカタルシスはソウルシリーズに通ずる快感があり、お使い消えって楽しいな。
という気分になるに違いない。デスストランディングの世界では敵と戦闘することもあり、また BT と呼ばれる敵も出現し、やむを得ず戦闘にまで至ることがあります。ただしあくまでこのゲームの目的は分断されてしまったアメリカを再び繋いでいくこと、戦闘が第一目的では決してありません。細部にまで作り込まれた今作、新しい世界を覗きたいあなたにおすすめしたい、そんなゲーム。第6位、スカイリム。私キャベツがキャベツという名を名乗るきっかけとなったこのゲーム。昔ですね、キャベツしか食べてはいけないスカイリムという動画を作ったことでこの名前になってしまいました。そんな今作、とにかく自由すぎるにつきます。ドラゴンの魂を吸収する能力を持つ伝説の存在、ドラゴンボーンとして広大なファンタジー世界を旅するオープンワールド RPG だよ。あっ、右手と左手にそれぞれ武器、盾、魔法など好きなアイテムを装備して自分だけのバトルスタイルを確立できます。とにかく自由度が高く、ドラゴンボーンの使命を全うする、無実の人々を傷つけ悪党になる、魔法学校に入学し呪文の道を極める、吸血鬼とかして人間の生き血を求めてさまようなど、自分だけの物語を作ることができます。パソコン版ならモッドが尋常ではない数を有しているので、全員裸にしてムフムフしたり、ドラゴンを機関車トーマスに変えて笑うこともできます。とにかく自由すぎて何をすればいいのか迷ってしまうこともありますが、じっくりと楽しめる名作です。第5位、ホライゾンゼロドーン。本作は文明崩壊後の地球を舞台に、チョイブスのアーロイの冒険を描いたオープンワールド型のアクションゲーム。本作の魅力は何といっても戦略的なバトルシステム。主人公のチョイブスのアーロイはフォーカスという機器によって敵である機械獣の弱点を見ることが可能で、燃料タンクを狙い撃ちしたり、角などの部位を破壊してから追い詰めたり、罠を仕掛けてじっくり待ったりと、様々な方法で狩りを楽しめます。またオープンワールドで再現されたフィールドには大自然に飲み込まれた高層ビルや自動車といった前の時代の遺産が点在。探索要素として過去の人類が残したボイスメッセージやテキストログというものが残されており、過去に何が起こったのか想像を膨らまされることができます。廃墟好きや探索好きの方にもおすすめです。ただやはりなぜアーロイをあの顔にモデリングしたのか不明である。第4位、マーベルスパイダーマン。アメリカで最も人気なヒーローの一人、スパイダーマン主人公にしたプレイステーション4用のゲームソフト。ソニーとマーベル、そしてアクションゲームに定評のあるインソムニアックゲームズが協力して開発したオープンワールド型のアクションゲームです。ニューヨークの街並みをオープンワールド化しているのが特徴。タイムズスクエアなど、実在の名所などを再現しております。やっぱ海外の街並みって整ってんなーって思いながら、感動しながらビル群を飛び回ることができるわけなんですけれども、これがもし東京が舞台だったらいろんなとこで看板とかにぶち当たりそうですよね。ところどころにアイテムやミッションが隠されているので、やり込みゲーが好きな方にぴったり。本作は完全新規のオリジナルストーリーで、過去作との直接的なつながりはないので、スパイダーマン作品に詳しくないという方でも楽しめます。従来のファンはもちろん、オープンワールド探索するのが好きという方にもおすすめのゲームです。さあ第3位、ニアオートマタ。このゲームは周回要素やストーリーが独特なので、第3位にこのゲームを入れるか迷いました。ただ本作の登場人物は全員魅力的で、特に 2B ではなく 2B、 全身にフェティシズムをぶち込んだようなこのエロいチャンネルを操作することができるだけでも最高のゲームです。本作の舞台は異星人に侵略された地球。人類は月面に避難しており、地球は異星人の兵器、機械生命体がうろついています。かつてはコンクリートジャングルだった場所も、今となっては草木に侵食され、野生動物が住み着いていたり、あるいは砂漠化し一面砂だらけになっていたりします。制作はベヨネッタやメタルギアライジングといったアクションがすんばらしいゲームたちを手掛けたプラチナゲームスが担当。今作にもそのアクションの系譜があり、操作しているだけで気持ちよく、ストレスを全く感じません。考えてもみてください、物憂げな華奢で美人のチャンネルがでかい武器を振り回す姿、買うしかないや。まだニーアオートマタは一周しただけではストーリーが完結せず、ちゃんとしたエンディングを見るには最低3周、トゥルーエンディングを全て見るには4周する必要があります。とはいえ完全に周回と言えるのは2周目くらいで、3周目は全く内容が違いますので、さらに4周目はチャプターからラスボス戦まで飛んで選択肢を選び直すだけとなっております。ストーリー自体なかなか癖があるので、かなり人を選ぶのですが、この世界観と雰囲気は唯一無二の神ゲーでした。第2位、レッドレッドリデンプション2。今作はアメリカのゲーム市場で最も売れたソフト、グランドセフトオート5を開発したことで有名なロックスターゲームスのゲームソフトです。西部時代をテーマにしたアクションゲーム。舞台は1899年のアメリカ、カウボーイや無謀者たちが集まる街バレンタイン、商業都市サンドリン、沼地の植民地ラグラスなど、広大なアメリカの大地がオープンワールドで再現されております。どこで何をするかはプレイヤー次第。
とにかく何でもできます。武器となる銃は当時のオールドスタイルなものや投げ縄など歴史を感じさせるものばかりです。車やバイクではなく馬で世界を駆け巡るのも粋でしょう。善行を続けていればいい人に、悪行を重なれば悪い人へとストーリーが変化していく名誉ゲージを採用。善人ルートをたどってギャングから構成していくのもよし、悪人ルートを突き進んでもよし、自らの人間性が試されるかもしれない超良作です。さあ第1位はウィッチャー3。栄えある1位に輝いたのはウィッチャー3。ファンタジー小説をゲーム化した剣と魔法を駆使するウィッチャーとして世界を旅する物語。人間や獣の相手には鋼の剣、怪物相手には魔除けの力を秘めた銀の剣を使い分け、異世界から現れるワイルドハントと戦い、各地の街ではウィッチャーへの依頼をこなしたりなど、豊富なストーリーとクエストの両方が作り込まれております。とにかくこのゲームはストーリーが素晴らしい。順調ではないほどの数のクエストに続き、人々の内情をうまく見出す物語の展開には本当に鳥肌が立ちまくります。ただなんといっても素晴らしいのは女キャラたちの美貌ですよ。見てください、この妖芸のくせにヒロミたちがみんな美人。どこぞの機械ハンターとはえらい違いだな。おい、まだ今作のストーリーはマルチエンディングとなっており、主人公ゲラルトとほぼ娘のようなシリラとの物語が描かれております。記憶を消してもう一度プレイしたいゲーム第一でもあります。このゲームみんなやってみな。さあということで、いかがだったでしょうか。やっぱりオープンワールドゲームってめちゃくちゃ魅力的っすよね。どれだけ内容がクソでもグラフィックとオープンワールドがあればもう大体買っちゃう的なとこありません？あるよな。まあでも今後やっぱりオープンワールドが主流になっていくと思うので、もうプレイステーション5とか今後のゲームはとにかく期待がありまくる。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラムもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。